こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ワンダースピード、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してワンダースピード花に立ちます。その後ろからはフリーオーソ、この馬も上がっていく構えです。さらには片野大阪、8番バーミリアン、その後ろ後方に控えたのがトップサバトン。もう一度先頭からワンダースピード先手を取りました。9番片野大阪2番手を追走。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。ワンダースピード先手を取りました。フリーオーソそれに続きます。並んで4番キングスゾーン、ノエレトレジャー、この馬もこのグループ好位置をキープしています。片野大阪、ジャガーベストすぐ後ろ、黄色の帽子バーミリアン、その後ろその隣にノットビリーブ、内からはフェアロンディ、さらにはウイニングキング、その隣にフラワーミステリー、その横にクールバンド、最後方にトップサバト。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として5番ワンダースピード、フリーオーソほとんど差がありません。キングスゾーン3番手片野大阪、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は片野大阪先頭、残り 200m、 片野大阪先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はラミリア、片野大阪、この馬で決まりか。片野大阪1着、片野大阪完勝、片野大阪1着、2着はラミリアン。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは片野大阪。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のキングストレイル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。シーキングザダイヤ、これは好スタート。グラスボンバー、この馬も好スタートを切りました。混合力士を前に行きそうです。続いていくのがシーキングザダイヤ、すぐ後ろに東海トリック、好位置をキープしています。肩のチェスト並んで7番エイシンチャンプ、その外からコスモバルク、その外にグラスボンバー、並んで17番グロリーハント、キングストレイル、この馬もこのグループ、すぐ隣に AI ガード、内からはアドマイヤタレント、さらにはチョーさん、その隣にバッキーマックス、アドマイヤフジ、そのうちに続いています。これに続いてアイポッパー、少し開いてボンネビルレコード、並んで9番スイフトカレント、
しんがりからサンバレンティン 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気のカタノチェスト、現在馬群の中ほどにつけています。ここでコスモバルク先頭に変わりました。混合力仕様ほとんど差がありません。グロリーハント3番手、カタノチェストいい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。コスモバルク先頭、差はほとんどない。2番手はコスモバルク、コスモバルク、さあ手応えはどうか。最後の追い比べ、先頭はシーキングザダイヤ、残り 200m、 先頭はカタノチェスト、シーキングザダイヤ必死に追いすがります。カタノチェスト先頭、シーキングザダイヤ追いすがります。カタノチェスト、カタノチェスト1着、2着にはどうやらシーキングザダイヤ、これが世界の実力だ。カタノチェスト、
Thank you.
Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わったインディアンブレッシング、片野桂先頭、残り 200m、 片野桂先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。片野桂先頭、2番手はアリゾナアピール、先頭は片野桂、1着でゴール。片野桂1着、2着はアリゾナアピール。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野桂、まさしく日本が世界に誇れる馬です。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ、最後は大外枠のオーケンブルースリーゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。片野桂町、これは好スタート。英進花見、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通りいきます。片野桂町、片野南方、これに続きます。名勝クオリア、そのうちに続いています。その外に英進花見、湘南アルバ、そのうちに続いています。その後ろにカフェカード、緑の帽子、オートリアルダン、その後ろ、これに続いてオーケンブルースリー、並んで15番フィールドチャンス、そして大きく離れてソングオブセイカン、この位置です。目白さんすぐ後ろ、その後ろにディープスカイ、これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。さあ、先頭はまだ7番片野桂町、2番手は片野南方、絶好の手応えです。名勝クオリア、3番手片野南方、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。片野桂町先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は片野南方、残り 200m、 片野桂町先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。片野南方抜けた、片野南方もう一伸び、片野南方ゴールイン、片野南方1着、2着にはどうやら片野桂町、これが世界の実力だ。片野南方
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはカカノジュニア、カカノジュニア先頭、残り 200m、 カカノジュニア先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ワンオブパーサーかわす、カカノサクラのみでは伸びません。ワンオブパーサー、ワンオブパーサー1着、2着にはどうやら不利要素、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはワンオブパーサー。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はカカノミナセ、先頭はカカノミナセ、ブラックシェル抜けた、カカノミナセ追いすがります。ブラックシェルゴールイン、ブラックシェル1着、2着にはどうやらカカノミナセ、ブラックシェル見事な勝利です。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のカンパニーゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。キングストレイル前に行きそうです。これに続くのがダイワスカーレット、並んで14番デルタブルース、すぐ後ろに浅草キングス、祭りだゴッホ、そのうちに続いています。内からはフサイチリシャール、ピンクの帽子名将サムソン、いい位置につけました。これに続くのがネバブション。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。では前の方から、先手を取ったのはアドマイヤメイン、大きく離れました。ダイワスカーレット、すぐ後ろにデルタブルース、大きく離れました。浅草キングス、すぐ後ろに祭りだゴッホ、好位置をキープしています。名将サムソン、すぐ後ろにキングストレイル。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。一番人気の名将サムソン、現在先端に取り付いています。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアドマイヤメイン、間が空いてダイワスカーレット、デルタブルース、すぐ後ろ、そして大きく離れて浅草キングス、この位置です。そしてやや離れて祭りだゴッホ、名将サムソン後位をキープ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。デルタブルース、2番手のアドマイヤメイン、先頭を捉える勢いです。ダイワスカーレット、3番手名将サムソン、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。
さあ先頭はデルタブルース。さあいよいよ直線の攻防、デルタブルース先頭、残り 200m、 デルタブルース先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。名将サムソン、やはり強い。名将サムソン、名将サムソン、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。